皆さんこんにちは、マサオです。今日も動画を上げさせていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。冗談の通じない方や怒りっぽい方などは動画を見ることをお勧めできません。そんな動画ですけれども、よろしくお願いいたします。今日はですね、ここ最近ね、ラサール石井さんと、まあ僕はもう全く考え方は違うんで、ラサール石井さんがなんかトンチンカンのツイートしてたから、まあわかんないですよ。人によってはラサール石井さんさすがだと思う人もいらっしゃると思うんで、それはもう全然、その方の考え方なので全然いいんですけれども、まあ僕的にはね、ラサール石井が言ってることってバカじゃねえのと思ったので、それをちょっと交えてね、動画にしてしまったんですけれども、その中で、右とか左って僕話しましたよね。そもそも右って何とか左って何ってところをちょっと今日はねお話ししたいなと思って動画にさせていただきました。まず右とか左とかを説明する前に、前回とかね、前々回ぐらいの新庄さんの動画以外に言っていたラサール石井はね、後からちゃんと説明してねえとか、まあ、要はケツを拭いてねえっていう話を僕はしたと思うんですけれども、まあ、言い訳がましいね、奥さんのせいにしているツイートはあるんです。実は一応読みますね。ラサール石井さんのツイートなんですけれども、言いたいけどまたバズると奥さんに怒られてアカウントに鍵かけられるので我慢して言えなかったこと全部言ってくれているのでリツイートっていうのがあるんですよ。お前いい年こいてね、しかもタレントで、要はもし素人の嫁が鍵なんかかけたら、お前営業妨害じゃねえかよってことじゃないですか。バカな言い訳ですよね。ちゃんとね、こう自分で説明することができねえから人のリツイートぐらいしかできないんですよ。でこの鶴野さん、辛坊さん、三浦瑠麗さん、これそういえば辛坊さんって実はこの西側の人、西日本の人には結構有名ですけれども、アナウンサーで、東日本の人って実はこの人あんま知らないですよね。昔ね、ズームイン朝で阪神タイガース情報ぐらいの時に出てきたっていうぐらいのイメージしかないですけど、辛坊さんって。だけど辛坊さんって本も出してるし、結構関西では、後で説明しますけれども、右寄りの発言をする人ですよね。で鶴野さんも今回はその桜を見る会のことを、その要は叩いてるやつらはちょっとおかしいんじゃないかと、まあまあ、ちょっとこれは詳しく読んでください。僕はこう鶴野さんのことをこうね、うまく説明することができないので、ちょっともし興味のある方は鶴野さんがどんな発言をして、こういうラサール石みたいなトンチンカンのやつに叩かれてるのかっていうのはちょっと見てください。まあ、とにかく、まあケツ吹けないですよ、この親父は。ね、結局奥さんのせいにして、素人に鍵かけられるようなタレントのツイッターだったらやめちめえって思うんですけどね、僕は。ラサール石井さんのねことを言うとちょっとねヒートアップしちゃって大変申し訳なかったんですが、まずね、その右って何、左って何ってことをね、ちょっとね、ご説明というか、私の分かる範囲、私が35過ぎからその何て言えばいいんですか、その政治に興味を持ち始めたので、それまで全く政治に興味がなかったので、ちゃんとした説明ができるかちょっと自信はないですけれども、ちょっとご説明しますね。確か左派とか右派とか左翼右翼っていうのは、フランス革命の時にできた言葉なんですね。でどういうことかというと、そのフランスの議会、まあ、今の国会議事堂みたいなね、日本でいうとのがあって、こう例えば議員さんたちがこう座ってる席があるとするじゃないですか。そこの席を議長から見て、右側と左側がありますよね。その時に右側の人たちはこう王様の、フランスのね、王様って言い方なんかちょっと子供っぽいですけど、ごめんなさい、ちょっとそういう例えにさせてください。王様の例えばそのことに対して賛成、すんごくざっくり説明しますよ。
賛成的でとても保守的な考え方を持っているのが右側の人たちで、左議長から見て左側に座っている方たちっていうのがどちらかというと王様に対して、まあ、反対的な考えをお持ちの方たちで、要は革新的なっていうんですかね、その改革していきましょうって。でフランスってそういうところありますよね。例えばこうなんて言えばいいですかね、こう風刺画を出したりだとかね、そういう、だからそういう左側の人たちと右側の人、フランス革命で生まれた言葉なんですよね。で要は王様、さっきごめんなさい繰り返しますけど、王様に賛成的なのが議長から見て右側、王様に反対的なのが議長から見て左側の人たちっていうので生まれたと思います。うん、あれちょっとごめんなさい、一回これ切って僕ちょっと一回僕の大好きなウィキペディアでちょっと調べますね。ちょっと待ってくださいね。戻りました、すいません。やっぱりあのウィキペディアに載ってましたね。左翼右翼という項目に書いてありました。一応読みますね。左翼右翼、英語を飛ばしますとは、政治的スペクトルの一つで、政治的な立場を位置づける一般的な方法である。伝統的な意味では、進歩派、革新、革命勢力を左翼、左派、保守勢力を右翼、右派と呼ぶが、具体的な思想や範囲は時代や立場や視点により異な、変化するってありますね。これではちょっと分かりづらいですね。用語、この言葉はフランス革命期の、あ、やっぱフランス革命ですね。フランス革命期の、憲法制定、国民議会、日付ごめんなさい飛ばします。1789年から1791年における9月11日の会議において、国王の法律拒否権、一員制二員制の是非をめぐり、議長席から見て、議場右側に国王拒否権あり二員制を主張する保守穏健派が、左側に国王拒否権なし一員制を主張する共和、革新派が陣取ったことに端を発し、続く立法議会、過去1791年から1792年においても右側に、立憲君主派であるフイアン派が陣取ったのに対し、左側に共和派、世俗主義などの急進派ジャコパン派が陣取ったことに由来する。まあ合ってますよね、多分ざっくりね。その今に日本は二院制ですよね、衆議院と参議院だから、まあこのそういうことですよね。一院制と二院制のっていうことはそれですけれども、まあ、右側にどちらかというとこう保守的な人がいて、左側には革新的な人が座ってたってことですね。合ってますね。結構すいません、強引に押し通しちゃいましたけど、多分合ってます。これでよくこの僕なんかはね、まだ本当にこう自営業を始めるまで政治なんか全く興味がないというか関心がなかったですけれども、関心がない頃の右側、要は右翼、関心がない頃の左翼のイメージって、よくねこう右翼のイメージってこう黒いねバス、黒塗りのバスにね、こう下にすごい言葉が書いてあってね、なんかこう広告、日本のうんちゃらかんちゃらとかね、なんか列国有志とか書いてあるような、その筆字でね書いてあるようなバスでね、あの軍艦マーチとかね、軍歌を大きい音で鳴らして、そして池袋の駅とか新宿渋谷の駅の前で、あのそのねリーダーである方がこうね演説をしていて、まあそれがもう例えばもちろん天皇陛下はこうこうこうでっていうイメージがありますよね。そして靖国神社、8月15日の靖国神社のあたりに行くと、まあやっぱこう左翼活動家の人たちもいらっしゃるし、そういう凱旋車に乗ってらっしゃる右翼の方もいてね、あの左翼の人たちがなんかすると右翼のねお兄さんというかおじさまというか、ちょっと強そうなね、見た目ちょっと暴力団に近いようなね、まあまあ付き合いはあるんでしょうね、あの
方がね、こう、わこの野郎とか言って、あの大きいあのマイクを使ってね、スピーカーからこの野郎お前どけバカなんて言いながら言ってる怖いイメージがありました、僕は。で、逆に左翼、これ実は僕の育った池袋に左翼の事務所があったんですよね。事務所っていうか活動拠点っていうのが正しいんですかね。あったんです。で、私が中学生、いや高校生ぐらいの時かな、こうそこの近くを歩いていると白いヘルメットをかぶっていて、なんかちょっとサングラスをしていて、マスクをかぶっていて、いや普通の夏の日ですよ、ヘルメットかぶってるんですよね。でヘルメットにはね、なんかすごい言葉が書いてあるんですよね。なんかあの共闘とかね、共に戦うって書いてあったりとか、あとまあまあちょっとやばい雰囲気のあるねイメージでしたね。で、僕が小さい時には、記憶がある中では、新幹線って昔大宮から出てたの知ってますか？東北新幹線、上越新幹線が東京から出てなかったんですよね。大宮から出てたんですけれども、それはなぜかというと、大宮から上野間は反対の人がすごく多かったんですよ。で、今でも大宮上野間の東北新幹線ってゆっくり走りませんか？乗ったことある方は多分ご存知だと思うんですけれども、新幹線ってね、大宮から本気出すんですよね。はやぶさなんかは320キロぐらい出るんですよね、確か。あれ、はやぶさの320キロは宇都宮より先かな。あれってまあ騒音問題でゆっくり走ってるんですけど、都内とか埼玉県のあの都市部のところはね、あの反対派がすごかったんですよ。で、どんな反対派かっていうと、先ほど言ったヘルメットをかぶったような反対派の方がすごくこう過激にね活動されてる方が多かったんです。で、成田闘争っていうのがあったんですよね、昔。で、その成田闘争ももともとは農業を、成田のあたりでね、農業を従事、満州から帰ってきた人たちが農業をやっていたんですよね。で、そこであののどかに過ごしていたんだけど、こんなところに空港ができるっていうから反対って言って普通に反対運動してたんですよ。まあ、埼玉の新幹線もそうです。だけどその当時って1970年代ですよね。この間も動画でご説明しましたけれども、浅間山荘事件があったりだとかね、まあその学生運動から発展してったその日本赤軍であったりだとかがね、あのね、日本赤軍だけじゃないですよ、いろんなそういう赤い集団たちが成田闘争に入ってっちゃったんですよね。で、そこで火炎瓶を投げたりだとか、警察官を暴行して殺しちゃったりだとか、そういうちょっと過激なね活動をしている人たちがいました。で、その人たちが落ち着いて今度新幹線の闘争の新幹線の反対派の方の人に行って闘争するんですよね。争う闘争をし始めます。だからすごく僕のイメージでは、僕が小さい時にまた例えば何々で火炎瓶による火災が発生しましたとかね、あと逆に言えば国鉄で、まあ、当時今は JR ですけど、僕が小さい時は国鉄でした。国鉄のね、あの労働組合の人たちもなんか過激な人たちがいて電車止めちゃったりとかね、電車に共闘って書いたりとかね、そういうイメージですね、左翼の人たちっていうのは。まあ、今まではその政治に関心がない頃というのは、その右翼左翼右派左派に関して非常にね、あの極端なイメージしかありませんでした。で、たまたまうちの実家の近くに左翼の活動拠点があったりだとか、まあ、今ここに写真出しましたけれども、機関車にね、国鉄の機関車にこうペンキでね、労働組合の人が書いちゃったりとかするっていうこの状態、そんなに嫌だったら国鉄辞めりゃいいじゃんとかね、そんなに嫌だったら国から出てきゃいいじゃんっていうぐらいの感覚しかなかったです。で、まあ、こういう人たちはね、革命を起こしてあのいい環境にしようと努力はされてるんでしょうけど、やっぱりやり方がねちょっと気持ち悪いですよね。だから左翼の方がどちらかというと僕はあんまりいい印象は昔からなかったですね。
ここまでちょっと長々とね、まあ左翼のボリュームのが多かったですけど、まあ多分僕は左翼が嫌いだからボリュームが多くなっちゃうんですけど、僕はやっぱり真ん中なんですよね。真ん中とは言ってももちろん日本は大好きですし、大好きって言い方おかしいですね、すごく愛国心はあるし、天皇陛下のこともとっても尊敬していますし、もう日本人としてのアイデンティティとしてね、持ってます、すごくね、そういうところをね。でちょっと長々とね説明してしまったのであれなんで、ちょっと一回ここで切らさせていただいて、今回は僕が最初に思っていた右翼左翼右派左派のことをちょっとね第一章としてさせていただいて、ここで一回動画切らさせてください。長々とうだうだと話を聞いてくださってありがとうございました。